はい、今回は持ち歩ける文房具特集第2弾です。またダイソーで買ってきました。この可愛いペンケース、一目惚れで買ってきました。バナナのペンケースです。はい、他にも野菜や果物、フルーツのペンケースがありました。私は黄色いバナナに目が止まって即買いしてきました。とっても可愛いです。はい、こんな感じで果物は他にはパイナップルがありました。ちょっと開けてみます。はい、ファスナーもスムーズで開けやすいです。うん、結構ふかふかしていて、中に何を入れても壊れにくくなっています。ペンケースなんですが、この入れ物にはお菓子を入れたくなるような感触もあります。そして合わせて買ってきたのがラバーグリップシャープペンと返し芯がついて100円でした。すごいスタイリッシュな感じのかっこいいシャープペンシル。シャープペンに返し芯10本がついて100円でした。すごいです。そしてこちら、最近は薄くて小さくて簡単に持ち運べる文房具にハマってるんですが、このカッターもスリムでコンパクトなデザインとなってます。こんな感じです。そしてこちらの蛍光ペン、 40% 増量となってます。5色の蛍光ペンでよく使いそうな色のピンクとイエローが2本ずつ入ってます。5色も入っているとテーマ別に色分けもできるのでいいと思います。では今日はこの3つを開けてペンケースに収めてみようと思います。まずはシャーペン、見た目はとってもかっこいいんですが、持つととっても軽いです。そして返し芯10本、はい、実際に書いてみます。はい、こんな感じです。ここにラバーグリップがあってとても書きやすいです。そしてこちらのカッターです。カッターを一つ入れておくとハサミの代わりにもなるのでいいと思います。100円ですが結構スムーズに持ちます。すごい新しいからなのか、すっごい、お、なんかすっごい気持ちよく切れます。紙が4枚重なってもスムーズに切れました。切れ味抜群です。え、書いてあったかな、あ、書いてあった。ここにとってもよく切れるので使うときは手を切らないように注意したいと思います。そして 40% 増量の蛍光ペン、7本揃って100円ということは1本10、通常は多分1本で100円ぐらいします。はい、ではちょっと実際に書いてみたいと思います。まずブルー、トルコー、このような感じでとっても発色のいい蛍光ペンです。これはノートの整理も楽しくなりそうです。前回紹介したノートと一緒に持ち歩きたいと思います。
2色ずつありますが全部入れちゃいます。まさかの蛍光ペンぴったりです。そしてカッター、そしてシャープペン、返しも入れちゃいます。さあ閉まるでしょうか。お、はい、ぴったり入りました。ちょっともう一度確認します。はい、こんな感じで蛍光ペン7本とシャープペンシルとカッターと返し芯がぴったり収まってます。はい、このペンケース、学校にはちょっと NG かなと思うんですけど、職場や遊びにはもちろん持っていきそうな感じです。はい、今回は持ち歩けるかわいいバナナのペンケースと中に入れる文房具の紹介でした。前回今回と持ち歩ける文房具をご紹介してますが、何かが足りないんじゃないかと気づいてらっしゃる方もいると思います。次回は足りないものも準備してご紹介したいと思います。私はこのノートと一緒にペンケースも持ち歩きたいと思います。過去の動画でも100均の便利グッズをたくさん紹介しています。そちらの方も見ていただけたら嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いします。かわいい。